やる気ないわ、しゃあないやろこれ。あのさ、バカなのって思ったのね。あの占い師がそもそもね、アンポンタンすぎる。なに、なに、怖い怖い。一番変重よ、ババアみたいになるんだったけど、まあまあ怒んないで。お前、うん、2番さん俺に出てきた、大概にせいよ。うん、ほんでもう賞味なえるよ、わかるよ、大概にせいよ。はい、ということでお久しぶりの人狼殺やっていこうかなと思います。なんか俺真面目不良っていう名前変えたいんだよ。これだけでなんかうわってなりそうだから。5番さん転校お願いします。5番さん転校お願いします。はい、4番です。5番さんどうぞ。はい、5番です。6番さん、おかまさんどうぞ。おかまじゃねえし、7番さん。ちょっとだけすいません、自分入る部屋間違えたかもしれないんですけど、守護の狂人とか守護者って何ですか？特に関係ないんで気にしなくていいです。7番さん、9番さんどうぞ。一番変流よ。黒出るからね、この部屋。ん？ではレッツゴー。黒出るからねって何？どういうこと？なになに、怖い怖い、なになになに、怖い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 、おかしくなってきた。なんかなんかあ、占いで黒出るってことね。オッケーオッケー。おはようございます、村人陣営でした。自分から言っておくことがあるとするならば、自分は狩人、まあ、どんな場面でも正直狩人は出てもいいと思ってます。あ、びっくりした。ニグッチョブできると思うなら潜伏すればいいですけど、ニグッチョブは自分はできないと思ってるので、それなら狩人さん出してもらって、明確な場面にするのがいいと思っています。2週目から頑張ります。以上です。怖いんだけど、私は狩人って使用したかと思った。占い使用しますの前に、7番さん大好きです。はい、このむずあこの村は何でもありですか？チャットありですか？チャットありならやりたいことがあるんですけど、よろしいですか？怖いよ、なんかハッカーみたいな言い方してんの怖い。無視されてんじゃん、お前。ダメですか？あ、なしなのね。うん、常識は守るということ。あ、ごめん、じゃあ占い結果言うわ。1番白です。1番白。これしか情報がない。7番さんはカリルだからね。もう村人陣営で確約していいのかどうか。もうここは俺は対抗出てきた方がいいと思う。盤面すっきりするからね。7が黒だったら俺は7占えないからな。そこら辺は考えてけろ。チャットありだったら一斉のお出でやって3CO とかになるかなとか思った。以上9番、発言して。昨日まで嵐を行ってて、今日更生して最強になりましたよ。はい、占いです。一番さん白です。占った自由は、セロリドリーとか言うて、左占いって、じっちゃんが言ってました。で、7番さん、カリウドしかし行為はおかしいと思います。もしかしたら、そのね、グッドブを着たとこが、白かもしれん。そのね、何を言ってんだよ。ここでグッドブを起こしたんで、7番さん怪しい。一番さん、ジョジョ。ジョジョじゃねえよ。食べたこんか、お前。はい、7番さん、仮に女性把握。8番さん、9番さん、占い師で僕に白を出し、把握です。この村は2人占い師いるのかな、よくわかんないです。2番さんに回します。お前、マジで言ってんの、お前。お風呂でやりやがって。終了します。なはい、追加してからの終わらすの、ちょっと面白かったです。7番カリウドなんかな、カリウドについて言うた、そう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 、出る出えへんっていう話をしただけなんかなと俺思ったんやけど、僕も思ったそれ。カリウドって言ったんかな、ごめん把握無理やった、ごめん。7番さんが言っていたのはカリウドさんについてどう動いてほしいかって話をしてたんじゃないかなって思います。8番さんはそこを7番さんをカリウドだと勘違いして考察していたかな。で、1番さんの追加します終了しますは結構笑いましたね、面白かったです。4番ね、何が面白いんか全然よくわからんねんけど、そもそも一番さんってルール説明なしっすよね。狼噛まないでくださいって始まったから、しようしようとかどうなんやろ。で、雑談チャットなしやんけど、人狼で自爆すると楽になるよっていうこのチャットあるんやけど、どういう感じなのよくわからんねんけど、なんでみんな気にならんのかな、ルールとか。よくわからんな。うん、まあ2週目頑張ります。はい、ということで1週目回ってきました。はい、8、9が1で白ということで、白角ってことでいいんですかね。2番さんからなんかね、ん？あれどっちだっけ ?1 か2だよね。わかんない。なんか9はなんか狂人はないみたいなこと言ってたんだけど、全然あるでしょ。1だっけ言ってたの。2だっけ ?1 はなんかあれだよね。お風呂入ってる感じで酔っ払っちゃってる感じだから、2だっけ言ってたの。バレた。で、4がチャットに関してピーピー言ってたから、役持ってんのかなって感じで。うん。僕は兄さん怪しいと思ってる。やべ。1分ってさ、短いな。自分が喋ると。お風呂 CEO 当てたんだけど、ほら。発言してください。わかんないね。
1番はね、隠し色だし、まあ、7番もなんか言ってることはなんか狩人胴体交代って言ってたけど、似合わせかもしれない。別に初手だしね、結構やってるしな、この人。誰だっけ、3番が9番を何心境みたいな発言したの。もう全然聞いてなかったんだけど、なんで聞いてんだお前、ね、お前なんで聞いてねえんだよお前、女に冷てえよお前。5番さんごめん、マジで何も聞いてない。5番さんは、ね、男に優しいんだよお前は。発言するとお前がもういいや。とりあえず1番さんは確定しろですね、うん、で2番さんが言ってたのは9番さんの心労位置っていうのは、うん、9番さんが人外だった場合に8番さんが真だった時、1番さんは絶対に白であって、うん、今日ならば黒を囲いたいだろう、だから今日はないでしょうっていう9番さんの考察だったんだけど、うん、別に9番さんセオリーを大事にするって言ってるし、どっちかっていうとセオリーを大事にする占いっていうのは私結構大事だと思ってるので、うん、そこで今日の位置を除くっていうのは確かに安易だなと思いました。だから5番さんの意見とは少し似てるなと思ってます。ただそこを考察の違いと取るべきなのかと思うと、2番さん黒寄りの考えではないのかなとは思っています、うんうん、それならば気になるのはそこについて何も感じなかったのかなと思った3番さん、あと疑問定義で返した4番さんの方が自分は今のところ気になってます。6番さんわけわかりません。おしっかりしてんな。この発言の感情聞くと、ハーコムレしてたのは俺なのかな。俺7番さん狩人使用して出た理由はっていう感じで、その2番3番さんが言ったようなことを言ったように俺は聞こえたんだけど、今の発言を聞く感じ狩人使用したわけではないようだね。うん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 、役持ってるで、うん、3番。そういう意味では把握漏れしなかった2番3番はあれやね、まあ俺が把握漏れして言うことじゃないけど、その把握漏れを便乗しきった9番さんをみんなはどう思うのって思うことが言いたいのが一つで、単純に2、3は把握漏れだったから2、3怪しいなとか思ってたけど、把握漏れしたのはどうやら俺のようなので、2、3は白いね。3より2の方が白いかな。なんで？で俺は9番さんのことを2番さんと違う理由で人狼あるなと思ってる。理由は俺別に意味はないんだけど、一番占ってるのね。理由はなんかルールあんまり説明なく始まったから念のため1番占っておこうとか思って、そんな感じの理由で1番占った。とりあえず7人は白いかなと思ってる時点で3くらいかなって感じ。456発言聞いて決めようと思う。頑張って5番さん、以上。なんで俺なんだよ。はい、2番さん3番さんは僕を新ロックしてください。新強ロックじゃなくて新ロックしてください。なんで1番さんは2と3同じ意見、7は下流道をすかす行為してたっていうのはなぜ2、7怪しいって言ってんの。3と7、うん、で、あのね、7番さんはちょっとね若い声だったのね。3番さんはちょっとねババアみたいなんだったけど、まあ、ちょっとヘイト勝っちゃうんだけどね。7番さんの方が頭の回転早そうだから、今のうちに3番さん落としたいなって思う。バカなこと言ってんじゃん。占い師を狭めて。逆しようだっつってんの、ね、お前。あと今日カリウル出てきて。まあ、そういうとかね、めんどくさいことないから。で、あの6番さんね。UHA みたいな名前してんけど、UHA みたいな。で、一番最初は4番さん。あ、カリウルなのね。カリウルダメだろ、出てきちゃう。7番さん行くわ。7番さんね、下流道ね、ダメだよ、出てきちゃ、こいつの、うん、なんで下流のなんでね、まあまあ、怒んないで、お前、うん、何やってんだよ、キヨ、お前、お前、3も何やってんの、マジで、お前さ、3番なんで出たんだよ、89、別に強鎮とか言わなかったです、5番さん。で、5番さんの考察すごい、僕が風呂場にいるってなんでわかったんですか。足カメラつけてんのかな。でも、お酒は飲んでません。あ、そうなんだ。僕は把握してください、はい、お願いします。9番さんに関して触れますと、じっちゃんの名前教えてください。じっちゃんの名前言うときはというわけで追加します。終了します。何やってんだよさっきからお前、本当に。まあ9番の今の発言聞いとって、今日も全然あるなと思ったな。なんかちょっとふざけてる感じが。違うでしょ、そこじゃないでしょ。うん、なんか、グレーやったら俺5かな。まあ意見の違いだけやけど、以上。雑なグレーすぎるわ。意見の違いだけで5番さんっていうのはちょっと2番さんは安直なんじゃないかなって思う。で、1番さんのその追加します、終了しますっていうのはちょっと強靭ムーブなのかなっていう風に感じてしまうんだよね、どうしても。あ、そっか、強靭もあんのか、そっか。占い進路だと思うけどね。で、1番さん強靭ムーブしてるっていうのが一番なんかしっくりくるんだけどな。あー、なるほどね、はい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 、はい、8番さんの占い理由って別に1番さんがルームマスターだったからとかそういう理由じゃないの、わかんないけど。あー、占い師がどこ占ってる理由じゃないかな。なるほどね、ここがこうってこともあるのね。
そっかそっかそっか。いや、うまいうまいうまい。だから9番さんが LINE を見せないために1番さんにしろっていうのは全然あり得ることだと思うし、うん、っていうか私これ今日噛まれるから遺言じゃん。ちょっと待って。でも9番さんロジックで考えたら、まず7番さんはないと思っている、6番さんがちょっと微妙になと思っている、うん、2番さんが安直に5番さん釣りをしたことから急にはちょっとありえるのかなとも思う。急に、はいはい、6番さんな、色落ちしないんだよね。なんか、うん、いろいろやばいなと思ってるけどあのハンターさんは出てこなくていいと思う。3日目の昼くらいまでは、うんうんうん、私死んでるけど、うんうん、さよならだけど。分かった分かったって何お前ダメだよここでハンターって。ちょっとごめん、12 2 4番。普通に8死んでいいんちゃうかな。8番占い理由は1番ルール説明の内容始まったから、順路だったらめんどくさいからって説明しとったけどな。え、5、6じゃないのこれ、狼。俺、9、狂人やと思っている。一瞬やの、全然考察とならん。2、4だな。聞いてなかったわ。2番の印象ないわ。5番はなんか俺が役ムーブしてるみたいな。やたら役探してる感じがした。5、6、狼、9、狂人じゃないんかな。ごめんなさい、ごめんなさい。ここに来て、9の真は追えないのはみんな分かってくれますよね。で、2が僕にすごい言ってきて、4もね、それに乗っかって便乗して、5、6怪しいっつって。僕の予想ね、僕の予想は1も今日ありえるけど、9今日で2、4が人狼だと思ってるのね僕。で6の色がちょっと分かんないのはちょっと怖い感じもするけど、僕2、4だと思う。てかさ、これさ、あのさ、バグなのって思ったのね。あの占い師がそもそもね、アンポンタンすぎる。アクシロ作ったらさ、まず役セミオープンしろよ。何炙り出してんの9番カリって。何カリって言ってんの、セミオープンでいいじゃん。サバーさんさ、3番さんとハンターでしょ。ハンターじゃないの、それやめて。え、なに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 、バーもうね、びっくり9番。何コリって言ってんの気分。で、4番さん5、6でしょ。じゃあ、あなたそのまま4、6しといてください。もう何でもいいです。あの、やる気ないなら、で4番つきますね、僕。バーン、バンバンバーン。え、怖いな、6番も。いや、怖い。いや、怖いな、6。いや、6も一気に黒くなったけど、いや、僕は2いくよ。うん。いや、ここワンチャン今薄くなって、6がすごい怪しくなった。2と6のライン今できちゃったよね。見捨てた感ある。2、6な気がして。できた今の発言で、いや怪しい、うわー怖い。9が5、9と4が5言ってんの、マジで言ってんのお前ら。はい、ありがとうございます。ってもらって、さあ僕スムラです。やる気ないわ、しゃあないろこれ。賞味ルール説明もないままやし。2番さん俺に入れてきたん、せえな。大概にせよ言うてみてって。大概にせえよ。あー、いやほんまにこんな村おもんないやろ。昨夜死んだのは、うん、はい、ということでね、発言してください。え、待って待って待って、2しろ、2しろ、5しろ、いや僕らなっても意味ないんだよな。なんで、なんで2が白なの。マジで、しかも今4番さん白っぽかったでしょ。これやばいな。いや全くわかんない、もうもうわからん、もうわっきわかんない。いやこれ、いや俺先輩かましたかな。発言してください。4番さんはさ、誰死んでおいたの、誰がローで見たの。 8。ローは分からん。構成して最強さんが、うん、あ、てことは、うん、8番さんを死んで見てる、死んで見てるってこと、うん、8番誰だったの、西郎。いや、言えたい、分かんないね、言いたいことは言ったから。7番ちゃんも分かんないな。そう、なんだ今の音、どっち行こうかな。なんだ今の音、ピューって。とりあえず占い理由聞きたいかな。特になんで5番占ったのかね、聞きたいかな、うん、5占ったの誰、9番か。2番さん、5番さん、まあ、とりあえず占い師ローラでいくけど発言聞くよ。7番と、まず初日の占い結果で1番さんは確定で白が出てるしハンターなわけじゃないですか、うん、で今回占い師が2番さんと5番さんを占って白白が出てるっていうことは、うん、どちらかが確実に白なわけじゃないですか。で4番さんが連れてるか連れてないかわからないにしても、うん、2番さん5番さんの中には確実に白が1人いて、うん、またもしくは白がもう1人いる確率、2人とも白の確率があるっていうことは、うん、占い師を心境で見るとするならば、うん、6番さんが一番黒の可能性が高いわけであって、うん、だからもし今日グレーとかそういう占い師を決めたないのであれば6番さんからの釣りは私は行きます。でもし占い師から行くのであれば一応占い理由とかも精査した上で、ただ初日からの発言で言うと8番さんの方が新芽が高いと思ってます、うん、ちょっと頼りないけど1番さんにどちら行くかは決めてもらっていいですか。なんで1に行くの。いや7おかしいな、これ言ってること。
さんに決められたらたまったもんじゃありません。俺の考察を聞いて俺を信徒を置いて進めていってください。2番さんを占った理由、2番さんね、1日目の1周目はね結構俺白かったの。まあ初日の2周目で言ったように俺は27が白く見えた、うん、時点で3を上げたのは2、3一緒のこと言ってるんだけど、3番は若干便乗値でもあるから7番がしっかり伸ばしてることから27最初の時点で3って言った、うん、でただ2周目ね、2番さんね恐ろしいくらい伸びんかった、うん、恐ろしいくらい伸びんかって、しかも元気なかった。これ2怪しいなって思ってから2番占った。元気なかった。それに比べて5番さんもね2周目はねしっかり伸ばしてた。これは人狼の最後の頑張りっていう線もあるけど、俺は2番占っとった方が盤面が俺的に見やすくなると思って2番占って、うん、2番が白だった、うん、9番黒あると思ってるんよ今んとこ。あーなるほどね、うん、9番黒あると思う。俺の最初の言った黒出しの潜伏ケアで9番が出てきたっていう可能性が全然あると思ってるっていうことが一つ。もう一個は4番が黒だった時4級黒も全然あると思ってる、うんうんうん、ただ4番さんのは逆に村勘定としても全然取れるから面倒くせえっていう村勘定にも取れるから、4番が黒じゃなかったら全然5がゴリゴリであると思う。 5? で5が黒だったら9は強靭っていう可能性も全然ある。5番さんのえーっていうリアクションはあれは多分占い結果分かってなかったっていうパターンがある、うんっていう感じのリアクションだったから、俺は9強靭5ローも全然あると思ってる。で5番さんは圧倒的に初の新芽が高いって言ってるんだけど、悩もうとした、釣りをするかな、悩んどこうっていう選択に出たようにも見えたかな。いや違う違う違う、分からんけどね俺の中での考察。今日は9番言ってほしい。いや9番言ったらワンチャン終わる、お願い。うんって言ってたのは 2が白だったことに対して。いや終わらないですよ。えあのね、5占った理由、5番が昨日ね、日本人狼とか安直すぎるね。お前バグってるだけだろ、お前。黒やなと思ったら、白やった。で、お前、安直すぎるって、お前、さっき覚えた言葉だろ、お前。なんで俺、信じられてんの。意味わかんないですよ。カリウド出させるのは正解でしょ、なんで。俺、サウタがってて、サンに入れて、カリウドに入れたら、俺、黒ラインがなくなるから。何言ってんの、お前、ほんと。というわけで7番さんもカリ言ってたけど、3番さんちがみってあるの？ん？何言ってんのお前、言ってねえよ。わかんない。何言ってんの？9番さんのちっちゃな名前が気になる。そんな余裕ないよ、9はもう。7番さん、甘ならもう言って。違うって言ったじゃん、さっき2週目だよ、1日目の。ハンターで打ちたい。打たないハンターってなんかつまんない。追加します。切ります。うるはははははは。もうええよ、7借りちゃうっていう話さっきしとったよ。俺も5は怪しいと思ったよ、4番。いやいやいや、うん、ほんでもう賞味なえるよ、わかるよ。156全然伸びてへんあの状況、うん、だから俺も元気なかったやん。8番わかる、うん、ほんで5番がちょっと喋ったそこに俺言っていくしかなかったやん。だから5一本釣りみたいになってんで、意見が反対って言うだけで。なんか似てない、なんか似とか情報落ちるとこないいや。4番泣いてるし。4番泣いてるし、もう死んでるから。6番よう分からんし。6番よう分からん、知ってる。喋ってるとこにはちゃんと言ったけどな、俺。大概にせえよ。っていうので、俺はもう9の新名はないよ。今更真面目に喋り出しても新名は取られへんよ。この村で負けてもいいと思ってる、4番に来た時点で。ダメだよ。なんで4番す。双子か、お前ら。なんで、なんだ、意外にせえよって。なんでこういう発音なんのかな、みんな。意外にせーやっぱこーでしょ。9番、いや、なんで俺つるん、意味がわかんないんだけど。いややっぱりこれ2囲ってるわ、2やる気ねえ狼だわ。わざとあやる気ねえ、大概にせーよ言うて、やる気はねえ狼なんだろ。お前が言わしたんだろお前。ちょっとすいません、あのほんまにちょっと外でちょっとラーメン売ってる。いやいやいや、ラーメン屋さんじゃいるんだよ。はい、ラーメン屋してます、じいちゃん。昨夜死んだの。8番だよな。1番。押すの間違えたらラン負ける。うん。私は強靭ではない。知ってる、ハンターだっつっただろ、うん、お前。私を釣ったらハンターができるけど、多分釣ってくんないだろう。もうもしこうロックして俺5行くで、もうこんな。ダメだってお前、何やってんだよ。お前ダメダメダメ。5終わらんかったら6行く。いやあかん。うん、7やったらもう負けた。以上。違う、いや違う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 、ラインがないから僕どこなの人狼はって感じで、僕の意見ね、もう本当に2俺に入れるの本当に村負けっからやめて、それだけはやめて。で僕ね考えたのが、ラインずっと見てんだけど、ラインがあるとしたら6が4を切ってんので、昨日の発言で7がね6に入れるっていうことも配慮してるわけで、あるとしたら46ラインはなくて47ラインなんだよ。2の思考ロックだけやめて、本当に人狼じゃないから僕。
いやこれ確実にね、わ怪しくないよ、ナナナナ怪しくないんだけど、もうラインがそこしかない。僕はだから僕は今日もうナナ行くしか飲めない。いやナナ絶対ナナ、ここは絶対ナナ頼む。やだ、あー発言してください。あれに5番さんはさ、9番のシーンないんでしょ。ない。にしろおきしたの。にしろおき。あーそう、うん、あれそうなの、うん、え手がさ、八神でしょ、うん、八神、うん、どっちが真かわかんないけどさ、うん、5番は誰に入れるって言ったら 7? 7, 7か。じゃあ2番さん白手見たの、5番さん、うん、見た見た。あれじゃあ7釣れなかったらどうすんの。ん7釣れなかったら負け。俺にどっち。いやいないんだよ、いないんだよ、人狼が。まあもういいや、あの LINE とか言ってるけどさ、うん、5番さんとの狼の LINE が一番なくて一番あったの9番さんだったよ。あれ9番さん、あ俺があんのか、そっか。いやマジやだ、もうキモい。発言してください。まず5番さんはこの状況下において LINE 考察をするんですか。うん、なんか私最初にも言わせてもらったけど、最初の段階で LINE 考察をするのってすごく表裏一体で危険なことであって、単体精査で進めていくべきだと思うんですね。ここにおいてここの盤面で最初から出すわけではなく、うん、最終局面において LINE 考察を持ち出してくるのはとても私黒いなと今日で思いました。いや絶対7だってこれ、うん、いや絶対7だって、いや絶対7だこれ、絶対7。全然危険じゃないお前も。いやおかしいおかしい、絶対7だ。もう負けたかもしれんこれ。あでも次の日あるのか。5番まあ、他は本当に選ばれました。ゲーム終了。なんで6、7じゃねえかよ。もうなんだこいつら本当に、うますぎだろ。いやマジかよ、全然わかんなかった。いやもうマジで何やってんの本当に。もうやだ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 、もうもうやだやだもう。